皆さんこんにちは、リンディです。そうですね、やっと今週末の日曜日は、JLPT 日本語能力試験の日です。緊張すぎるんですね。日曜日まで毎日毎日たくさん勉強しないとね。じゃあそれでは私はどうやって短い期間にたくさん勉強、いやごめんなさい、月さん。そうですね、短い期間にどうやって勉強するのか、私のコツを、勉強方法を皆さんに見せたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。まずは使っているペンについて話したいと思います。この2つのペンは黒色で、1つは無印良品のペンで、これはダイソーからもらったので、すごい書きやすくて、触るといい感じなので、よく使います。次はピンク色のペンは、例文か文化のノートを書きます。あと言葉の意味は必ずこの青色のペンで書いて、まだまだ復習が必要言葉があると、この黄色ペンで下線をします。そうですね、この本から、文字、語彙、文法、その3つのことが入ってるから、すごいいい本だと思います。この本はどうやって使うのか説明をすれば、このちっちゃい、無印良品からノートの中にこういう風にノートを書きます。ただ2つのペンを使います。この黒色の無印良品のペンとこのピンク色のペンを使いますね。そうですね、黒色は、日本語とその言葉の読み方で、言葉についての説明はピンク色のペンで書きます。その後は、試験の問題を、私にとって一番難しいのは、やっぱり読むことですね。そうですね、長かったら読みにくいし、その問題をやってみた後でテキストをまたもう一回、ノートに書きます。で、あとは分からない漢字があったら、前に見せて動画のようにたくさんたくさん書いてみます。よく覚えるように。一番見せたいなと思うものはこの本です。で、単語ですね、黒色のペンは漢字とかな、振り仮名で、青色のペンは言葉の意味、韓国語か英語で書きます。であとはピンク色のペンは例え文、例文です。あと黄色のペンはそのノートをまた読んで復習をするときに、まだまだわからない単語、言葉があると下線をして、黄色なのでずっと見るから、たくさん読んで覚えるようになると思います。で、最後はこの本の中ですね、答えを選んで、その後はページ、次のページで正しい答えが書いてあるので、下書きするか、ハイライトして本の中に書くのは好きです。 So once I've done the test on this page, then obviously on the other side, this page will be the answers and the vocab.So the new words. So I will highlight them first in this book, maybe make a little bit of notes in Korean or English. And then after I've made these notes, I will transfer them into this notebook of mine. So right here where it says matome, it means
from here on, I still need to summarize the notes. So up until here on these pages, I've put all of these words into my vocabulary notebook. And then here where it says mada, it means I still need to, like I've completed the test, but I still need to go through this one more time to highlight the words using yellow. So I would maybe just go over it in a whatever pen I'm using. But then all of these yellow markings, that's like the second time I review it. And then the third time I review it would be in the separate notebook. それだけだと思いますね。じゃあ皆さん、今まで見てくれてありがとうございます。次の動画で会いましょう。バイバイ。